今日はヨセフのことをね、学びたいと思います。ヨセフの話はどこから出てくるか知ってますかね。創世記の37章からです。で、37章のところから見ていきたいんですけど、2節にね、これはヤコブの歴史であるって書いてあるすぐ直後なんですけども、ヨセフが17歳の時、彼の兄たちとの羊の群れを飼っていたと書いてありますが、お兄さんがいました。ね。で、下にベニヤミンという子がいたんですけども、お兄さんは10人いたわけですね。全部で12人兄弟なんですけども。で、このヨセフは、イスラエルは3節で、イスラエルってお父さん、ヤコブがお世話に帰りますから、彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していたと書いてあります。それはヨセフが彼の年寄り子であったからであるとね。年寄り子は可愛いんでしょうね。で、彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていたと。ね、で、彼の兄たちは、父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことはできなかったと。まあそうですよね。まあだからちょっと、溺愛してたんでしょうね、特別に。もともとそうだったにもかかわらず、ね、彼だけ長服を作ったりしてるから、まあ面白くない。それにもかかわらず、プラスアルファ、5節で、ヨセフが夢を見るんで、17歳の時に。で、これは神から来た夢ではあったんですが、どういう意味かというとですね、ますます憎みによって書いてますが、6節、7節ね、見ると私たちは畑で束を束ねていましたと。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしましたと。ね。だから、お兄さんたちの束が自分の前に来て私の前にお辞儀したって言うんですね。で、内容自体もね、あれですけどもね。しかし、言い方があったと思うんですね。いや、お兄さん、こんな夢見たんだよね。と、まあ、ちょっとあれだけど、でも見ちゃったんですね。と言えばいいんですけどね。きっとね、若かったヨセフはね、ヒーヒーヒーとか言ってですね、夢見たんだけどね、ジェイシの束はね、僕に拝むんだよ、僕に。とか言って、もうなんていうかもう本当に腹が立つような言い方したんじゃないかと思うんですね、おそらくこの時。ね。で、次はですね、9節に書いてありますけども、また私は夢を見ましたよ。見ると、太陽と月と11の星が私を拝んでいるのです。太陽と月と11の星だから、兄弟だけじゃなくて、お父さんお母さんも自分を拝むってことなんですね。で、これはさすがに、お兄さんたちも、ね、もちろんですけど、お父さんがね、彼をたしなめて、まあ叱ったわけですね。ね、でも、お父さんは叱ってはいないけど、心に留めていたんですね。で、この二つの夢は、実は神から来た夢だったんです。神からの夢であり、神からの約束だったんです。まあ、ただ、ヨセフは、これを信じたこと自体は素晴らしいんですけども、その本当にへりくだって受け取ったというよりも、俺は偉くなるんだって感じだったんでしょうね。そうしますと、当然兄弟が妬んだので、妬んだだけじゃなくて、憎んだと言いましょうか、怒ったと言いましょうかね。それで、この、ヨセフがですね、まあ、彼らは、シェケムに行って、ドタンの方に行ったのかな。その時に、ヨセフが来た時に、37章の、18節から、彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに、遥か彼方に彼を見て彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。さあ、今こそ彼を殺し、どこからに投げ込んで、悪い獣は食い殺したとよ、ってね。そして、あれの夢がどうなるかを見ようではないかってね、悪を図ったわけです。結果的には、殺しはしなくて、結局、エジプトの、メディアン人に売ってですね、いうわけですね。で、そして、売った人は、エジプトで、パロの帝臣の、ジジジポティファルにヨセフを売った、つまり奴隷にしたわけですね。ということは、どういうことだったら、ヨセフは、夢を見て、確かに神から見た夢を見たんだけど、その夢を言った結果、逆に、兄弟に憎まれて、売られて、奴隷になります。で、そして奴隷になったら今度はですね、それでも神の手があって、すごく奴隷にもかかわらず祝福されるんです。ただ今度は、その主人の奥さんが、ヨセフは美男子だったんですね。39章ですね。39章のところで、彼が死と共にいたので、すごく祝福されたんですけども、奥さんが言い寄ってくるわけですね。で、それで、7節ですね。39章7節。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言ったって。とんでもない奥さんですね。そしたら、しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ね。ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず、伝体さんは私の家に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな剣を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。
あなたはご主人の奥様だからです、どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかって言って拒否したんですね。そしたら今度は冤罪ですね、冤罪で訴えられて、それで主人が怒ってしまって牢屋に入れられる、囚人になるので監獄に入るわけですね。つまり奴隷になったけど祝福されて、ね、神様の手を祝福されたのに、今度は奥さんが言い寄ってきて拒否したら冤罪で牢屋に入れられて囚人になって監獄に入れられたわけですね。どんどん悪くなっていく、ね、そして彼はでもそこは囚人だったんだけど、そこでもやっぱり監獄の長に気に入られてですね、彼が主が共に言われたから祝福されるんです ね。でこの間結構期間があるんです。もう十分彼はここで砕かれ訓練を受けてるはずなんですね。そしたらね、チャンスが来たんです。それが40章なんですね。今日のところこれらのことの後ね、その監獄の長に切り上げて祝福された時に、エジプトの王の検査官と、検査官というお酒を組む人ね、調理官とか、その主君エジプト王に罪を犯したと。でそれでパロはこの検査官長と調理官長の2人の停止を怒り、彼らを侍従長に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄にいたと入れられた。この2人がやってきたんですね。でヨセフは彼らの付き人として世話をしたんですけども、ある日この2人が夢を見たんですけども、なんかイライラしたんですね。5節、さて監獄に監禁されているエジプト王の検査官と調理官とは2人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々の意味があったと。で朝ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしたと。でそれでヨセフは自分の主人に対して、どうしたんですかって、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いんですかってなぜと聞いたわけですね。で2人が答えます。私は夢を見たが、それを解き明かす人はいない。ヨセフは言うんですね。それを解き明かすことは神のさることではありませんか。ここまでならいいんですよ。その後に、さあそれを私に話してくださいって、ね、それを解き明かすのは神です、私に言ってください私にってこう言ったんです ね。そして旧説、今日のところで検査官がヨセフに言いますね。夢の中で見てみたら、一本のブドウの木があって、ね、三本の鶴が当たったと、ね、で芽が出てきたんですぐ花が咲いてブドウの杯が熟したので、パロの杯があったのでそれを絞って入れたと。でパロの手に下げたって言ったら、ヨセフがですね、見事な解き明かしをします。12節から、解き明かしはこうです、三本の鶴は3日のこと、3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地に戻すでしょう。あなたはパロの検査官であった時の遺伝の規定に従って、パロの杯をその手に下げましょう。素晴らしいですね。嬉しい解き明かしですよね。そしたらこの時に言うんですね。ここまでじゃなくて、その後に、あなたが幸せになった時にはきっと幸せになるから、なったらきっと私を思い出してください、私に恵みを施してください、私のことをパロに話してください、この家から私が出られるようにしてください、実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです、ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。はい、何回私があったでしょう。この2節の間に6回私が出てくるんですね。でさっきの私に話してくださいって言ったら7回ですね。やっとチャンスが来て解き明かした時に、なんて言ったら、私なんですね。で神様は確かに解き明かしたんだけど、私を目指してほしい、私は法を巡る、私を助けてほしい、ね、私は何も悪いことしないんだ、だから頼む私をってこう言ったんですね。で日本語は私ってあんまり言わないけど、英語に訳すときとかに私主語を入れなきゃいけなくなることがあると思うんですけど、まあヘブル語なんですけども、ここはねちゃんと私って言ってるんです、言語でも。わだわだだから本当に私って言ってるんです、ね、そしたらですね、調理官長はそれ聞いててですね、あ、自分も解き明かしてほしいと思ったんですね。調理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると、私の頭に枝網の顔が3つあった。一番上のカゴにはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上のカゴの中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えて言った。その証しはこうです、3つのカゴは3日のこと、 3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの鳥を肉を虫で取ってくるでしょう。すごい悲惨です ね。でつまりパパ彼に関してはもう、もう、ね、死刑になるということですね。で3日目がパロの誕生日で、ね、彼は自分のすべての家臣のために祝宴を張って、その時に検査官長と調理官長を、ね、呼び出して、で検査官長をその検査の役に戻し、逆に、調理官長は木に吊りしたと。夢を解き明かした通りになった。で皆さんね、私を目指してくださいって一生懸命言ったんですけど、まさに解き明かされた通り自分は助かり、相手は殺され死んじゃったと。忘れますか？普通忘れないよね。
忘れる？話聞いてなかった。普通忘れないと思うんですね。普通忘れないと思うんですね、これ簡単には、ね、ところがね、これね、ところが検察官庁ヨセフのことを思い出さず彼のことを忘れてしまった。どういうことかありますか？明らかに神様が忘れさせたと思います。これ普通で言ったら忘れません。無理です、こんなの。しかもわざわざヨセフがきつこいぐらい、私曖昧み曖昧み曖昧みって言ったわけですね。神は忘れさせたんです。ここすごく大事なところなんですね。私がって言ってる限り神の時は来ません。いいですか？私がって言ってる限り神の時は来ません。私がしたのよ、私がやったのよ、私が作ったのよ、私が言ったのよ、私がこんだけやったのよ、私がこれだけやってるのよ、私がこれだけやってるのよ、私がこれだけやってるのよって言ってる限り神の時は来ません。決して来ません。これはね、すごく大事なところなんです、ね、神は忘れさせました。普通忘れっこないんです、絶対に。でも忘れさせました。ねえ、それから2年のうちにパリは夢見た。その時思い出すんですけど、2年間待たされる。で、私ね、聖書って面白い、何にも書いてないこの2年間のことを。でも何も書いてないこの2年間が時に取り扱えた、ヨセフの取り扱いこそがヨセフの人生を決める宝になるんです。この2年間の取り扱いが、こっから推測です、書いてないから。1週間ぐらいはね、今か今かと待ってたんじゃないかと思うんですね。今日電話かかってくるかな、電話なんか今日呼び出しが来るかな、今日来るかなってね、来ないんですね。で、1週間から2週間ぐらい待ったでしょうね。はっと思うんですね。もしかして忘れたのかしらって、がっかり来る。どっちが先かな、もうがっかり来る。あーってね。で、さらに1、2週間経った時、腹が立ってくる。検証官よくも忘れてくれたわねとかってね、逆かもしれないね。腹が立ってからがっかり来るのかな、まあ、どっちか分かんないけど、あなたはどっちでした、ね、こうやってがっかり来る、腹が立つ。でそのうちやっと受け取り始める。これは神様なんかあるんだなって。主の陣の人じゃなくて TLA の人はいいですね。感謝を賛美をしてるから、最初から感謝を賛美をすればいいんです ね歌ってる時だけじゃなくて、ね、ところがやっぱりね、最初はね、がっかりしたり腹が立ったりするんですね。その後やっと彼は受け止め始めたと思う。このことの中に神の手があるんだと思い始めたと思う。やっとそこで全てを認めて受け止めたと思うんですね。感謝を賛美できるようになったと思うんですね。で、2年経った時に、ね、パロは夢を見ました、ね、でこの夢はとっても意味があったんですね。ちょっと読みますよ。一節からね。ナイルのほとりに立っていたと。ナイルからツヤツヤした肉付きのように7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでたと。するその後、また後を追って他の醜いやつを取った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立ったと。そして醜いやつを取った雌牛がつやつやしてよく超えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時パロは目が覚めたと。でまた再び夢見る。で今度は超えた良い7つの方が1本の茎に出てきたと。するとすぐその後から東風に焼けたしなびた7つの方が出てきたと。そしてしなびた方があの超えた豊かな7つの方を飲み込んでしまった。その時パロは目が覚めたと。朝になって心が騒ぐから、もうエジプトのすべての地方紙とすべての地ある者たちを呼び寄せたけど、誰もこの夢を解き明かせなかった。その時、旧説、検察官庁がパロに告げて言った。私は今日、私の過ちを申し上げなければなりません。かつてパロがしもべらを怒って、私、調理官庁と侍従長に交流なさいました。その時、私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢はおのおの意味ある夢でした。そこには私と一緒に自由帳のしもべでヘブル人の若者がいました。それで彼に話したところ、彼はヨセフのことです、私の夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私たちを元の地に戻され、私を元の地に戻され、彼を気に伝えました。つまり、ああすいません思い出しましたけど、でやっとヨセフのことを思い出し言ってくれるんですね。これが神の時だったんです。どうしてか、この時パロが夢を見た。王様が見た夢だったんです。そして王様は誰も解き明かせなかったから、解き明かす人を求めてた。この時思い出したから、ヨセフが呼び出されて、この後パロの夢を解き明かすんですけど、そしたら王様が感動して、そしてもうお前に頼むって言ってナンバー2になれるんですね。
もし2年前に思い出してても、あ、そうかって言って呼び出されて、お前そうなんだなって言って、あ、そうか、じゃあ分かった分かった、まあ助けてやろう、助かった時のナンバー2にはなってないし、別にそれだけの話ですね。ところが、忘れられたおかげで2年経った時、パルが夢を見た、しかもすごく国に関わる大事な夢を見て、誰も解き明かせなかった時に、思い出した。神が思い出した時は完全な時でした。一番いい時だったんですね。そしてですね、ヨセフが思い出したので、パルが呼び出すわけです。14節、そこでパルは使うやってヨセフを呼び出した。人々は急いで彼を、チカロウです、チカロウ。チカロウにこれまで入ってたんだ、チカロウ。私は今チカロウと思う人いませんか？もしチカロウにいる人、それは恵みの時ですね。チカロウで騒がないでね、壁を叩いて、ね、網をぐらしとぶってですね、早く出せよとか言ってね、言わないでね。地団で踏んでね、三段わめいて、ね。もう調理館長が悪い、思い出せない調理館長が悪いってね、ね、叫ばないでね。本当にやめてね。あなたが苦しむだけだから。何にも変わりません、それやってる限り。本当にその中で感謝をして、その中で神を褒めたたえて、そこで神を認め始めたとき、神の手が動き始めます。おそらく、ヨセフはそれをもう、2年経ったときできるようになってたんですね。この後見れば分かる。ね、力から呼び出されて、ね、そして、髭を剃ります。髭伸び放題だったんですよね。ね、そして、着物を着替えます。着物を着替えるんですね。ちゃんとしたね、王様前に出るから。そして、パロの前に出まして、パロはヨセフに言いました。私を今見たが、それを解き明かす者はいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いて、それを解き明かすということだって。お前できるんだろうって言った。ヨセフは言います。パロに答えて言った。私ではありません。ね、英語で何て言うんだろうな。私ではありません。ね、神がパロの繁栄をしさせてくださるのです。私じゃないです。神がなされるんですって言った。あれだけ私、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 私だった人が、いや、私じゃない。それはその神様ですよって言ったんです。これが必要だったんです。ね、で、パロが夢を話しますと、ヨセフはそれを解き明かすんですね。ね、25節、ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。七頭の立派な名刺は七重のことで、七つの立派な本も七重のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた七頭の痩せた醜い名刺は七年のことで、東方に開けたしなびた七つの方もそうです。それは木の七年です。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。今すぐエジプト殿堂に七年間の大豊作を訪れます。それからその後七年間の飢餓が起こり、エジプトの地の豊作はみんな忘れられます。飢餓が地を腫れ果たせ、この地の豊作は後に来る飢餓のため、後もわからなくなります。その飢餓は非常に厳しいからです。夢が二度繰り返されたのは、このことは神によって覚められ、神が速やかにこれをなさるからです。それゆえ今、パロは佐渡で知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督者を任命するよう行動を起こされ、補作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように。彼らにこれからの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとにまちまちに穀物を蓄え、保管させるためです。その食料はエジプトの国に起こる7年の金のための国の蓄えとなさいますように、この地は金で滅びないためです。私出てこないでしょう。国のために王様に何とかしてこうしてからどうですかって進言な解き明かしたと思うね。そしたらパロが神の霊だってこんなような人はいないって言って、パロ、あ、ヨセフをナンバー2にするんですね。そしたらその後夢が成就してエジプトからもやってきて、やがて兄弟たちがパロの、あの、ヨセフの前に地にひれ伏すわけですね。でその次お父さんも連れてきて、やっぱりそれは成就する、夢が成就するんですよ。でその時に、あの、ヨセフが初めて自分のことを言った時はね、それはね、45章にね、ついにね、ヨセフが自分を明かすんですって、この兄弟ね。ヨセフは、一節からね、ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を接することができなくなったってね。で、あの、いうわけですね、それで、皆を私の方から出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っているまで誰もいなかった。しかし、ヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。45章3節、ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。
驚いたでしょうね、父親は元気ですか、兄弟ちゃんヨセフを前にして驚きのあまり声を答えることはできなかった、ね、ヨセフは兄弟に誓ってくださいって言って誓ってきたら、私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです、今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません、神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。ちょっと飛ばしますよ、途中のことね、まだあの2年だけどもう5年続くよって言った後にね、あ、読もうか、内容があるからね、この2年の間国中に金があったが、まだあと5年は返すことも借りることもないでしょう、それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました、それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き流すためであったのです。8節、だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロニア地とし、その殿下の地とし、またエジプト殿下の統治者となされたのです。憎しみで殺そうと思ったけど殺すわけにはいかないから撃った、その結果奴隷となり延滞で囚人までなった、2年間忘れされた。でもそのことを通してこの兄弟たちが憎しまれ撃ったことを、いやそうじゃない、それは神が私をあなた方より先にエジプトに使わせて私たちを救おうとされたんだっていう、そういうふうに言う人になった。このことを言えるようになるためには最後の年間がどうしても必要だったんです。で、奴隷になった時も韓国に入って囚人になった時もこれは訓練だったんです。約束と逆になって、でも神の手は彼に常にあって、神は共におられて祝福してくださったんだけど、そこで常に彼は訓練を受けて忍耐の時を過ごしたんです、ね、ヨセフの神のことはそうなるまで神はヨセフを試したって書いてあるように、彼は試されてそこで忍耐を持って待ち望んだんです。そしてもうやっとその調理官長と検察官長が来た時に、その夢を解き明かした時に、あ、やっと神の時が来た、信じてたから待ってたからね、ついに鳥が来たと思って喜んだわけですよ。そして私を思い出してくださいって思わずも言った。そしたら神様がもうしばらく忍耐しなさいって言われたんですね。私が出てきたからですね。その2年経った後についに彼は本当に砕かれた時に神の鳥が来た。教会の名前が変わりました。ライトベータのラーベ、皆さんで発音の練習しましょうかね。そしたらね、ダ・ライト・オブ・エターナル・アガペーとか言ってる人多いからですね。ね、ライト・ウェイト・アガペーですね。ね、永遠の愛の恵みって入る日本語で、恵みって話ですね。永遠の愛の恵みの光なんですけども、ね、本当に教会の名前が変わって、いよいよリバイバルの具体的な顕著なあれになる教会の名前になってきた。そして、殉教聖火の臨在もすごく深かった。でもね、パウロ牧師が繰り返します説教はね、なんか一生懸命ですね、神が言うからやるけどとか言ってね、忍耐って言うんですよね。私ね、まさに今ヨセフのこの最後の2年だと思うんです。これから私たちが見るリバイバルのうねりっていうのはもう始まってます。うねりね、大きな時だね。今使徒行伝を学び始めました。使徒行伝起こっているようなちょっと波外れた働きなんです。あの時3000人が一気に救われましたけども、神が人々を集めて救われたんですね。そういう類のことがこれから始まってくる。桁が変わると思います。3万人とか30万人とかね、そういうレベルの果てが起こってくる。その時に本当に私ではありません、神様ですっていうことを、だから称賛の礼で繰り返し言われたでしょ。もう称賛の礼を受けてしまうほどに神の栄光が現れてくるんですけど、その時に本当に神の栄光を返せるかどうかなんですよ。だからね、もう一度このね、取り扱いが来ると思うんですね。なので皆さんね、ヨセフの最後の2年、これは特別な恵みなのです。それが今来てると思う。その2年を大事にしてほしい。なぜ受けたかというと、私私私私なんですよ。これが神の働きの最も妨げなんです。私はこれだけ努力した、私はこれだけ頑張った、私はこれだけやったんだ。ペテロは何て言いましたか、みんな裏切っても私は裏切らない、誰よりも私はイエス様を愛している。誰がどうであろうと私を裏切らないって言ったんです。そのペテロはどうしましたか？呪いをかけて誓ったんですよ。呪いをかけて。イエス様にはしたくないからやりませんけど、これはです。弱さの上に思わずも恐れが出てきて。イエス様は見せたんです。ペテロに。あなたの本質は何かって。
ヨセフも本当に忍耐をして、忍耐をして、忍耐をして、信じて、信じて、忍耐して、信じて待ってきてた。ついに神の手が来たと思った時に思わずも出た内側のものが、私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 って。神様は言った。そこが一番大事なんだ。砕かれなきゃいけないって。で、2年の時を経て、彼は変わったんです。私、個人的に言いますとね、長崎教会に今残ってる、特に牧師たち、また他のメンバーも含めて、本気で宝だと思ってるんですね。長崎教会が熱く燃えていた頃があったんですね。若者、今の東京で活躍している若者たちの多くは長崎から行きました、ね、でその後いろんなことを通ってきたんですけど、それでも残りつかしたら宝だと思ってるんですね。だからこの後爆発が来ると思ってるんですけど、なんかこの最後の2年通される気がします。本当にこれから見る神の栄光は素晴らしいものだけど、それを本当に主に返す、ね、野宮さん祈ってくれてありがとう、野宮さんの祈りのおかげって言われちゃいけないんですね。神様してくれてありがとうって ね消えてほしいんですね。で消えてほしいんですけど、頭では願うんですけど肉は願わないんですね。肉は私を言ってほしいんです。イダヤ牧師に乗ってもらったら治りました。いやそうじゃない、イエス様が治したんですって、ね、その通りなんですよ。でも肉はね、イダヤ牧師って言ってほしいんですね。それが消えた時、驚くべき神の栄光が現れ続けます。パッて話されて終わりじゃなくて現れ続けます。でこれはね、言うのは簡単ですけど、その実質を受けるにはね、本当に砕かれないといけないんです。で、この最後の2年はその砕きを受けたんです。ヨセフはもう十分忍耐してた。そして本当に期待してたから、この時思わず出たの、違うが。でも、最後にそこが砕かれなきゃいけない。どうしても自分がマイクを持って歌いたい。音が出てないわって思わず言いたくなる。そしてダメなん。マイクなくてもいいですし、声が入らなくてもいいです。もう立てて歌えるだけで十分って心から本当に思えるようになってきたら大丈夫ですね。私を見ようとしません ね。本当に神様の栄光を見てリバイバルの働きになる。神様本気だと思います。私ずっと使徒行にやると思ったけどね、ここが明確に示されたんですよ。これから来るのは、いいですか、終わりの時のリバイバルですよ。黙食に働く、まさに終末のリバイバルだから、全世界の及ぶ、桁外れのリバイバルで、一人が100万人ってすごいなんて思わないで、それぐらいのことを神は平気でなさいます。当たり前です、そんなことは。全然特別じゃない。と信じてますか？あ、信じてますよ。だから、そういう働きを神は似合わせてくださるんだけど、その時に、私は消えてないといけないんです。そうじゃないとそんな働きが続かないんです。私ができたら潰されます、サタンに。ソロモンはイスラエルで最も栄光を極めた王様なんです。神様に喜ばれたんです、最初。でもその後奥さんとなんだっけ、そばみをたくさん持ちすぎた。それもあって偶像礼拝の方傾いて、あれ書いてある、何度も現れたけど、何度も現れたけど、ソロモンはそれ聞かなかった。その結果、あれだけ祝福されたのに、あれだけ祝福されたのに、ソロモンは退けられた。ただソロモンの時は、もう良くて、その終わった後からぶちゃぶちゃに変わるわけで、分裂してしまうんですね。そして、サヤの王国は、もうダメになってしまう。北王国、南王国、両方ダメになってしまうんですよ。そしてソロモンは、いいですか？イスラエルにも、アラブにも、ユダヤにも、クリスチャンの世界にも、ソロモンって名前を付ける親はいないんです。ソロモンって誰かクリスチャンネームつけますか？いないでしょう。あれだけ笑顔を決めた人なのに。誰も尊敬してないんです。わかります？これ、みんなね、称賛の礼に気をつけろって散々予言されてね、我々思ってました。ね、いつ来るんでしょうね、なんてね。名前が変わりましたね。来ますよ、称賛の礼。それぐらいすごいことが起こりますよ。間違いなく起こります。その時に私たちはキリストの栄光を返すっていうことをね、こう本当に身につけとかないといけない。ヨセフは最後の2年間書いてないんですよね。そこが聖書だし。
そこで取っていて取り扱いだったんですよ。繰り返します。この時まですでにヨセフはもう、奴隷となり、囚人となり、取り扱われてる。忍耐してる。訓練受けてる。十分訓練と忍耐を受けてる。でも最後に、この2年間で本当に神の働きをするために受けた。それを受けたヨセフは言いました。あの、憎たらしい自分を売った兄弟たちに向かって、一言も恨みつらみを言わないで彼は言ったんですね。いや、そうじゃない。神様が私を使わしたんですよって。あなたそう言えますかね。言えないなら、2年間、ヨセフと共に行ってください。忘れられます。忘れられましょう。そしてその2年間があなたに本当に神の働きになる神の器へとあなたを作り変えます。お互いにね。いろんな人がぶつかってくるんですけどね、これでぶつかってくる人がひどく多いんです。私ってことで。で、この私を持ってる限り神の働きは託せないのです。神様がで、ここをね、取り扱える必要があるんです。で、あのヨセフの2年間、2年とは言いませんよ、ね、ペンテコステの時は10日で済んだんだから分かりませんが、お互いにこれからそこを通るでしょうけど、その後にこう激しい性の添い換えが始まるでしょう ね、家業を踏むだけで癒しが起こったりしてね、ね、5人ぐらい空いてたら家業踏んで、だからね、この2年の前だったらね、誰の影だとか争いになるわけです。誰の影を踏んだかとか言ってね、王さんか、K さんか、ね、いい愛さんかとか言ってね、誰の影だとか言うなるわけですね。笑ってますけど、やりませんかね。でも2年、5年後、ヨセフだったらね、わ、すごいなって、なんかね、誰か言うわけですね。ね、あの、王さんの影ですかって、何言ってんですかってね、キリストでしょとか言ってね、誰の影でもいいじゃないですか、キリストを褒めたたえましょうってね、ね、これね、建前で言うのも説教するのも簡単なんです。私今してるんですけど、それを本当に身につけるかどうかっていうのは、これは神の愛の中で訓練を受けないといけない。書いてないけど、ヨセフの2年間はそうだった。ペンテコステ前の10日間、弟子たちが一つに集まって祈ってたあの時もそうだった。書いてないんですよ、そこは。人には分かりません。それでいいんです。あなたが砕かれてください。私も砕かれます。その後にね、神の栄光が訪れるんですね。で、リバイバルに召された教会ですので、もうリバイバル始まってますけど、グワーってうねりが来るので、そこに向かってこれからね、1時ぐらいで終わってほしいね。でも分からないですね。どれだけかなんだけどね、2年間、ヨセフは通りました。そして、神の栄光を見ることができたんですね。なんか、私今ワクワクしてるんですね。はっきり示されたから。これは、これから扱われるけど、この後にすごいことが来るとって。いやー、ね、皆さんですね、神の栄光リバイバルの音の中に入っていきますので、それをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします、天皇と様。ヨセフは見事な解き明かしをして、普通なら絶対忘れない、忘れようとしても忘れないと思うんですけど、でも神様、あなたはこの検証官庁に忘れさせました。この2年間何があったのか、ヨセフには全く書いてありません、聖書には。でも本当に彼はがっかりしたり憤ったり、いろんなことを問いながら、最終的にははっきり神の手を認め、心砕かれ、本当に神の器となったことを覚えます。私たちもいろんな意味で訓練を受け、また試しを受け、あなたの憐れみによって通り抜けてきましたが、私の内側にあるこの本当に自我というか、自分というものを神様完全に明け渡して、聖霊様に満たされて、まさに神の栄光を返す歌として持ち上げたことができるように、力強い意味を持って導いていってください。神様、そして共にリバイバルの大きな渦の中に神様の栄光を見るために入っていくことができますように導いてください。